バッテリー内蔵のタッチパネルモバイルモニターのご紹介です。はい、竹人です。ということで今日はこちらになります。ドーン。はい、イオチンさんの PF15 Pro というモバイルモニターのご紹介になります。タッチパネルのバッテリー内蔵のものになるんですけども、こちらをご提供いただきましたので、こちら紹介していこうと思います。私なんですけども、バイクのレースの動画を中心にガジェットやカメラのレビューなんかも行っております。もし今日のお話ためになったなと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、在宅勤務とかですね、コロナの関係でおうち時間が増えたということで、モバイルパソコンを使ったりという方増えていると思います。で、モバイルパソコンをせっかく使っているのに、ディスプレイを拡張するのにですね、まあ、据え置きのモニター使った方がですね、もちろん楽は楽なんですよね、大きいから。でも、ちょっとパッと移動できないなとか、でも作業スペース広くしたいなみたいな時に、こちらのモバイルモニターが非常に役に立つということです。で、今までのモバイルモニターっていうのは、モバイルと言いつつもバッテリーが内蔵じゃなかったんで、ケーブル結局刺さなきゃいけないっていうのは多かったんですね。なんで、せっかくノートパソコンは、中にバッテリー積んでるから、電源レスでできるんだけど、モバイルモニターの方が、ケーブルが必要みたいな。電源がないと使えないみたいな感じだったんですけども、こちらの製品はですね、フル HD で、かつ、5000mAh のバッテリーを内蔵しておりますので、ノートパソコンの隣に並べてね、電源をケーブル接続せずに使うことができるという感じになっております。また非常にね、モニターとしてもなかなか性能が良くてですね、まあフル HD で表示するのは当たり前として 60Hz、 そして、で、グレアのディスプレイを使ってますんで、まあ、ゲームとか動画を見たりするのにもとてもいいディスプレイなんじゃないかなと思います。それではね、早速画面の切り替えて開封して中身お見せしていきます。Tラボチャンネル。はい、それではですね、イノコンのこちらモバイルモニター開封していこうと思います。さてと、なんか結構高級感ある外箱に入ってますね。さて開けましょう。はい、それではイノコンの PF15 Pro 開けていこうと思います。よいしょ。さて、説明書となんかサービスカード、1年間交換できますよみたいなついてるね。ちょっとずれちゃってますけど、今逆さまにしたらこんな感じで入ってます。入ってるのはまあ本体のディスプレイとなんかいろいろ入ってるな。あ、 USB-C のアダプターが1個、画面拭くやつもついてるな。で、これは多分ケーブルとか入ってるんじゃないかと思うんですけど、USB-C、USB-C のケーブル、それから USB-C、USB-C のケーブル2本入ってるね。どっちか1個パワーデリバリーだったりするのかな。あ、 USB-C のケーブルが2本入ってますね。中のね、この端子が違うんで、こうね、こっちがね、多分パワーデリバリーで、こっち普通の USB-C なんだろうな。はい、充電用はこっち使う感じなんじゃないかと思います。はい。で、これがね、HDMI と右 HDMI のケーブルということで、基本的に使うのに必要そうなケーブルは全部入っているという感じになってます。あとね、もう一個なんか箱入ってたんで、これも一応開けとこうかな。あ、なるほど、ケースカバーがついてますね。あ、もう一回電源入ってそう。あ、綺麗な液晶ディスプレイだね。ちょっと今僕の指紋ついちゃいましたけど、はい、こんな感じです。で、軽く特徴だけ言うと、これですね、10点のマルチタッチパネルになってますね。タッチパネルになってるんですよね。そしてバッテリーを内蔵しているので、充電器というかこういったものを持っていかなくても満充電でこれこのままディスプレイとして使うことができるというのは一つ利点だと思います。はい、ということで横を見てみると、ミニ HDMI が1個でしょう。で、ここにね、 SS って感じだから、これ USB-C にハブみたいにもできるのかな。一応 USB-C の高速な端子が2つついてますね。で、これがボリュームとかなんだろうな。はい。で、こっちはねえか、これだけか。はい、だからここで USB-C で出力したモニターに Mac とかにも使えるんだろうし、充電もこっからできますよという感じですね。うん、薄い、めちゃくちゃ。で、これ一応フル HD 表示します。 1920×1080 フル HD で表示できて、かつ、まあ、HDMI とかついてますので、ほぼいろんな機器接続することができます。 iPhone とか iPad にもつなぐようなのをちょっとやってみようと思いますけども、いろいろ使えると思います。はい、開封はこんな感じですね。なんで、いろいろですね、つないでみてどんな感じで使えるかをお届けしていきたいなと思います。 Tラボチャンネル。
はい、ということでこちらのモバイルモニターなんですが、ゲーム機に、ね、繋いだりみたいなのが、まあ、一般的によくやるパターンなのかなと思うんですが、私これはですね、モバイルのノートパソコンなんかに繋ぐのがやっぱベストなのかなと思ってるんですね。で、なんでかっていうと、このモニターバッテリー内蔵なんですよ。で、ゲーム機とかね、そういったものを使おうと思うと、やっぱ電源どっか接続しなきゃダメじゃないですか。でも、こういうノートパソコンって内蔵電源だから、電源に挿してなくても使えますよね。で、この今回のイノコンさんのモバイルモニターに関しても、バッテリー内蔵なので、特に電源につながなくても使うことができるんですね。そこがやっぱ最大の魅力だと僕は思っていて。で、今これ映ってるこの Windows 10のパソコンなんですけど、これサーキットに持ってって使うパソコンなんですよ。で、これをですね、拡張するような、デスクトップの領域を拡張するような使い方がメインで使っていきたいなと思っています。なので、早速やってみましょう。よいしょ。うん、大体の Windows パソコンって左側に HDMI ついてることが多いんで、で、このイノコンさんのモニターは立てた時に右側にあるから、非常にね、接続がしやすい。反対側だとケーブルを取りましたが、ちょっとめんどくさいんだけどさ。で、これで電源入れれば映るはずですね。えい、あ、イノコンってロゴが出たな。ロゴが出て、これで見えるはず。あ、来ましたね。はい。拡張されました。今は複製モードかな、これはね。はい。複製になってるんで、あ、これしかもあれだな。液晶すごい輝度が高くて見やすいな。ちょっと今反射しちゃって僕が映っちゃってると思うんだけど、結構明るくて、いわゆるグレアっていう表面ですね。で、タッチパネルはやっぱりこれは今のところ HDMI につないだけだったら当たり前だけど使えませんと。で、今モニター複製になってるんで、これを、ディスプレイの設定で拡張にしちゃう。うん、ちょっと変えました。で、並び順を変えることで、こうかな。はい。これで今、左側、今拡張してるこっちをメインにしたんですよね。で、こっちのノートパソコンのサブっていう形にしたから、これですごい使いやすくなったと思うな。と、こういう風にね、できますんで。はい、これを広く使うことができるという感じです。かなり明るいね。メニューの設定もできると思うんだけど、ワンクリックボタンを押すとメニューが出るんですよ。で、ここはタッチパネルでこう動かすことができるんで、こういう風にね。ボリューム上げたいよとかっていうのもできるし、これはコントラストか。コントラスト上げることもできるし、明るさもこれ調整できるよって感じですね。うん、こういう感じでできますと。これがワンタッチでできるのは非常に。こうキラキラしてるのが好きじゃない人はちょっと微妙かもしれないけど、こういう液晶の方が非常にね、映像とかは綺麗に映るんで、動画とか見るのにはいいと思いますね。じゃあこれ USB-C で繋ぐとどうなるかちょっとやってみようかね。USB-C のケーブルも挿すと使えるようになったりするのかな。ちょっと一旦僕のパソコン USB-C もありますんで HDMI 一回抜きます。 HDMI 一回抜いて USB-C で接続するとどうなるのか試しにやってみましょう。 USB-C と USB-C、 さあどうなるんでしょうか。あ、ディスプレイとして認識するね。 USB-C で挿してもね、ほら、うん、ちゃんと USB-C でも認識しますね。複製をやめて拡張にしてみようか。拡張。と、今こっちがメインディスプレイになってる状態ですね。はい、アイコン、あ、アイコン見えますかね。うん、で、こっちでやれる感じかな。タッチパネル、ちなみに、あ、使えるね。USB-C でつなげば、こっちタッチパネル使えるんだ。ほら、見える？開いてるの。こっちはタッチパネル使えないんで、僕のやつはね。ちょっとこのアイコンこれ持ってって、ちょっと僕の YouTube の画面でも見てみようか。はい、タケコです。このチャンネルは私がちょっと電気消す、音も出るし、ちょっと今分かりづらいんで消しました、照明。僕のほらタッチパネルでスクロールできるし、で、音も鳴るんですよ、音量上げれば。まあ当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないけど。だからこれ HDMI でつなぐよりも、なんか USB-C でつないだ方が便利かもしれないね。こっちタッチパネルで使えますからね。あ、これいいんじゃないの？ちょっと僕の動画なんかこう再生するとどんな感じになるのかをちょっとやってみましょうか。音量も結構出るんじゃないの？これ。まだまだいけるだろ、これ。最大音量。ああ、これ音量もなかなかいい音量出て、すごいいいね。ああ、なるほどね。だから Windows パソコンにつなぐと、こうね、これタッチパネルの代わりにできる
で非常にいいですね、はい、いろんな使い方がこれはこれでできそうです。ティーラボチャンネル、はい、じゃあ次のテストやってみようと思います。ちょっとね、部屋暗くしてみました、ある程度見やすくするために。はい、次僕が気になってるのこちら、はい、どうこうか、はい、MacBook Pro 持ってきました。ちょっと古いモデルですけどね、はい、これ繋がるかを確認してみようと思いますが、これはまあ繋がると思います。はい、この USB-C1 本で MacBook Pro は多分拡張できると思うので、その辺をやってみましょう。はい、ということで MacBook Pro ログインしてみました。はい、これはまあもちろんできますわね、それはね、拡張できますよと。はい、でこれはマウスは、あ、できるね。あ、なるほど、そうなるんだ。こっち持ってきたら動くのかな。あ、動くね。これはマウスのカーソルまで来るね、 Mac の場合はね。これは使い方がちょっと難しいかもしれないけど、ああ、なるほどね。ちゃんと Mac もマウス USB-C1 本で、最近の MacBook Pro だったら使えるって感じですね、つなぐだけで。なるほど、ちょっとディスプレイの設定変えたらいい感じになりそうだな。ああ、 MacBook Pro は問題なく使えて、かつタッチパネルも使えるという感じです。これはね、本当にいけるのかっていうのがちょっと気になったんで、私持ってまいりました。次はドン、はい、こちらでございます。バーン、はい、そう、 MacBook、 違うわ、なんでこれ iPad Pro か、 iPad Pro を USB-C でつなぐとどうなるのか、ちょっとテストしてみようと思います。これも USB-C 端子ついてるので、さあどうだ、えい、あ、ついたね、ついたね。 iPad Pro もちゃんと動きますね、ただタッチパネルにはならない、うん、複製って感じかな。うん、なので iPad Pro は画面の複製はできますね。僕ね、これ持ってるんだけど、これは iPad に使うやつ、 USB-C で接続する、これ結構高いんだけど、多分 4,5,000 したと思うんですけど、これを使わないとダメかなと思ったんですよね。ここ、iPad Pro につないで HDMI で出力しないと使えないのかなと思ったんですけど、画面を複製するのにこちらはUSB-C1 本でつなぐだけでできるということです。非常に便利だね、これはね。 iPad Pro を充電しながら使いたいとかいう感じだとこれが必要になると思いますけど、 USB-C1 本で iPad Pro の画面複製ができるっていうのは非常にいいですね。はい、はい、それでは最後になります、こちらドーン、はい、ということで iPhone 13 Pro Max こちらを持ってきました。これがね、つながるのかって結構気になるんですよ、僕は。で、これなんですけども、ケーブルも持ってまいりました。こちらのケーブルです、ドーン、はい、これはですね、 Apple 純正の、ライトニングと USB-C のケーブルっていうやつなんですけど、この1本でつながるのか iPhone がっていうのがちょっと気になってるんで、やってみようと思います。はい、多分ね、これ無理じゃないかなと僕個人的には思ってるんだけど、どうだろうかな。さあどうだ、さすがにこれダメじゃないかなと思うんだ。さすがにね、これはダメだね。これは繋がらないですね。うん。これは残念ですが、繋がらないということなんで、やっぱ iPhone 繋ぐときは、この iPhone のケーブルを繋がなきゃダメじゃないかなっていう気がする。うん、これもダメだね。なんでやっぱり、いくら Apple 純正とはいえ、ライトニング USB-C のケーブルではダメですね。うん、これは戦えないということが分かりました。なんで iPhone 繋ぎたい場合は、やっぱり、アップルの純正のを使って HDMI のケーブルを使わざるを得ないと。はい、これ出ますね。じゃあ USB-C ライト、ね、USB-C ライト、よいしょ、これはダメだね、やっぱね。あ、ただ充電される、充電されるぞ iPhone が。あ、なるほど、このケーブル使えばバッテリーとしてもいけるんだ。ほら、 iPhone 充電始まったもん、ここ見てね。はい、だからこれモバイルバッテリーにも最悪なるね、 iPhone 充電したいって時は。 iPad Pro はどう、 iPad Pro は、あ、 iPad Pro も充電される、これバッテリーにもなるんだ、すごいね。こっちから給電するだけだけど、充電モードになったもん、ここマークがね。だからモバイルバッテリーもなるんだ、俺。ああ、素晴らしいね。Tラボチャンネル。
はい、ということで今日はこちらイノコンさんの PF15 Pro の方をレビューさせていただきました。私この開封したりとかですね、使ってるところを撮ったりというような時に、これをですね名古屋にちょっと行く予定がありまして持ってったんですよ。で向こうでいろいろ仕事したりとか、動画の編集とかね映像の確認みたいなのを軽く使ったんですけど、やっぱりバッテリー内蔵っていうだけですごく機動性が上がってめちゃくちゃ便利でした。でまた色域に関しても sRGB 対応ということなので、まあ動画を見たりとか写真見たりするのにもですねかなり綺麗に発色も良くていろいろ役に立ったという感じです。撮ってる間に思いついたのが車なんかで結構旅行される方多いと思うんですよ今家族でとかね。そうなると子供が飽きちゃうからって言って結構助手席と運転席の後ろにちっちゃい車用ディスプレイをつけてですね子供向けにこうアニメとかねアンパンマンとかっていうのを表示させて子供飽きないようにしている方って結構いらっしゃると思うんですけども、あれ自体は結構つけたりとか取り付けって結構お金かかるんですよね。なのでこれを1個持っていけばですね、ここ HDMI のケーブルを長く出せば親が手元で持ってるスマートフォンとかからこれに対して表示することできるわけですね。でモバイルで、バッテリー内蔵ってことなんで配線も必要ないので1本 HDMI のケーブルを自分のスマートフォンに挿してですね子供飽きないようにこれ見せると。で助手席とかの後ろに、まあ、こういうディスプレイとかを吊るすようなものあると思うんで Amazon でちょっと見ていただければあると思いますんで、ディスプレイを助手席の後ろにこう吊るして、でここから HDMI のケーブルを1本出して親が操作して子供に好きなものを見せるとかね、まあ動画 Netflix でアニメ見せるみたいなことがパッとできるというような機能性を使って、まあ、子供飽きさせないようにしたりとかいうような使い方もできるなって思いましたんで、まあ、そういうところでの使い方っていうのもね、まあ、いわゆるこういったコンピューター系のものってパソコンにつないだり、なんかガジェット的な使い方みたいな感じになっちゃうんですけども、まあ、ファミリー向けの方にもおすすめできる一台なのかなと思いました。はい、ということで今日はイノチンさんの PF15 Pro をご紹介させていただきました。興味あるという方はぜひともですね詳細欄にリンクがありますのでそちらから飛んでポチっていただければなと思います。この動画をご覧になってくださっている方限定で割引コードの方も発行してくださるそうなのでそちらも書いてありますのでね、ぜひともこのコードを使ってお安くゲットしてみてください。そしてそれ以外にもですね私の動画気になる方はこの辺関連の動画出てると思いますのでそちらも見ていただければと思います。そしてこれからも私の動画見たいなと思ったらぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。